プルセマはインドネシア東ジャワ州のマランを本拠地とするサッカークラブである。インドネシアメディアの間では一般には略称に含まれているマランをつけたプルセママランという名称で呼ぶことが多い。プルセママランはインドネシアのサッカーリーグリーガプレミアインドネシアに参戦している。プルセママランはマラン氏の自治体予算の中から融資を受け、1953年に 正式に設立された。プルセマは、ルプイの初公式試合を開催し、公共自治体の融資を受けることを止めた2011年1月まで、インドネシアスーパーリーグに所属していた。同じマランを本拠地とする、ライバルサッカークラブ、アルママランは、インドネシアスーパーリーグで、最も優勝回数の多いクラブである。プルセマのニックネームは、ラスカー・ケン・ローック。 ホームスタジアムはガジャヤナスタジアムである。プルセマはインドネシアスーパーリーグ所属期間中において優勝経験がなくリーグ戦では中位から下位を定位置としていた。クラブは2003年にインドネシアリーグディビジョン1まで降格したが2シーズン後に2部リーグに復帰した。プルセマは2008年には再び1部リーグであるインドネシアスーパーリーグへの昇格を果たし、 2011年にリーガプレミアインドネシアへと所属リーグを移すまで一部リーグで戦った。プルセマはイルハンバフディムやキムクルニアワンといった U-23 サッカーインドネシア代表にも選出された経験のあるヨーロッパ生まれのインドネシア人選手と最初に契約を交わした国内クラブとして有名である。彼らは2011年に選出されたが彼らは インドネシアサッカー協会が国内の正式なリーグであると認めないルプイでのプレーを選択したため招集は見送られた。当時のプルセマ・マランの監督であるティーモ・ショーニャマンはドイツ系インドネシア人でありバフティムとクルニアワンにとって父親のような存在であった。喫水のインドネシア人ではないもののインドネシア語とジャワ語の会話能力により監督は 地元のジャーナリストにも人気がある。ありがとうございます。